おはようございます。おはようございます。今日もめちゃめちゃでかくて正面じゃできないから、なんか昨日はね車で30分ぐらいだったけど、今日は1時間半ぐらいかけてちょっと波探しに行ってみようかなってなんか狙ってんのがさ、すっげえチューブのさレフトのとこらしいけど、ちょっとまだ試合2試合残ってるから板降りたくないから、まあそこでやるかどうかちょっと考えて、これその辺にもなんか波あるらしいからそこチェックして、まあやるならちょっと気合でやってみて、他のとこもちょっと行けたら行ってみようかなって感じで、今日はね慶次郎とレオさんと4人か、カメラマンさんと4人トリップでちょっと波探しに行きたいと思います。はい、ぼちぼちね試合会場もあさって試合だからやりたいんだけど、そうできないんじゃないかなこれでかくて、ちょっと明日からだよね。明日からだけど誰も入ってないし、ね、できない。昨日何人か言ってたけど、もう流されちゃってすぐ食らって無理だから、ちょっと探してみます。行きます。駅は超ヤバくなる。ヤバい、ヤバいじゃん。おお、来た。投げ。超ファンウェーブ。もうちょっと上げたらいいかも。ね。超ファンウェーブ、そうじゃん。でもでかくなると超やばいね。スナッパーのレギュラーリーフマンみたいな。奥もやばいな。やっば、うん、ホンダリーフって感じだね。お、乗れ、行け、突っ込め。あー、行けばよかったな。あー、ちょっと抜けないかやな。あ、続いてる、すごい。スポンサー様、募集しています。早いって。もう止めいと。いただきまーす。お疲れ様でーす。昼飯食い終わって、ちょっと波探しに来たら、超絶そうないい感じのとこがあったから、今からやってきます。ど三角で、肩ないけど、ちょっとポコってチューブが入れそうだから、人もいないし。なんかさ、もう一個見に行ったんだけど、選手がみんないてさ、うん、30人ぐらい入ってワンピークにもう無理そうだったから、会場はまだ全然でかいし、とりあえず軽くみんなでレオとケイジローとやっていきます。はい、
れ様でーす。さあ、会場に移動やな。大丈夫ですか？次は会場に移動で。めっちゃ楽しかった。貸し切りで。ねえ。もうチューブが1年ぶりぐらいすぎて。ほんと、この間ハワイだって1回しか入ってないもんね。そう、だから、やばかったな。うわ、出口で、ね、ちょっと当たるとスライドしちゃっててやるか。それで行っちゃったから。まあでもね、楽しかった。いいね、海外らしい波で。インドネシアみたいな。あ、ほんと。すごいね、この波がポンポンあるからさ。ね。普通に、しかも試合じゃなかったら、人もっといないだろう。確かに。まあ、めっちゃ楽しかったから、みんなで。よかった。たまたま来たね。やばかった、ね、ちょヒヤヒヤしてたもん、ずっとヒヤヒヤしたけど、結構来るのが遅かったから。まあ、こんな感じで、とりあえず楽しいセッションができたんで、お疲れ様です。お疲れ様です。